本日ご紹介する元 AKB48 木崎ゆりあちゃん誕生日1996年2月11日身長 156C カップスリーサイズ7757852007年12月27日 a b e x d r e a m に合格 SK48 の活動を始める前に a d c の俳優タレントモデルオーディションに合格をしたことをきっかけに芸能活動を開始しています2009年11月1日 SKE48 第3期メンバーオーディションに合格2009年に SKE48 オーディションに合格をしたことでアイドル活動を呼び芸能活動を本格的に開始2010年に SKE48 のサードシングルで初めて選抜メンバーに選ばれている2011年には全国ネットの連続ドラマにも初出演を果たしていますよく忘れ物をし元 SKE48 メンバーの矢上組と共に忘れ物クイーン と呼ばれていた2012年5月から6月にかけて実施された AKD48 ニセブンスシングル選抜総選挙では31位でアンダーガールズに選出される2015年2月11日ファースト写真集ピースを発売水着姿はもちろんながらセミヌードも披露をしていますおっぱいは小さめながらもスレンダーでスタイルは結構良い方なんじゃないかと思います普通のビキニ姿もあれば2017年4月13日放送の AKD48 のオールナイトニッポン 2017年内に AKB48、e、から卒業することを発表したトライストーンエンタテインメントに所属することが明らかになった卒業理由を13歳から今日までやってきてアイドル人生お腹いっぱいだなとこれからは自分がやっていきたい演技について真剣に考えなきゃいけないと説明したそうです女優さんとして活動をしているとのことです2023年2月17日 雨に所属することをツイッターで発表した、大きすぎず小さすぎずの小柄でキュートなボディ。誰でもそれを感じたいと思うのはいいことです。見るのはとても快適です。将来的にもっと明らかな撮影があることを願っています。このチャンネルはモデル、女優、アイドルについて紹介しています。コンテンツが気に入ったら、チャンネル登録とビデオの高評価をお願いします。また明日6時に会いましょう。木崎ゆりやさんの好きなところをコメントで教えてください。